はい、それでは寝ながらカエル足ダイエットごっそりルーティンやっていきましょう。まずはですね、このように足首をくるくると回していきたいと思います。このダイエットルーティンはですね、体力筋力自信のない方でも安心して取り組んでいただける内容になってますから、ぜひ初心者の方とか、あともともとね運動苦手だった嫌いだった、そんな方もぜひ、チャレンジしていただけたらと思います。すべてこのようにねベッドに寝ながらできちゃいますので、ぜひですね、一緒に綺麗の習慣化をしていきましょう。意外とねこのくるくる回すだけでも難しかったりするんですよね。で、今私足首のあたりをこうもう片方の膝に乗せてますが、ふくらはぎのあたりに乗せて行うと、ふくらはぎのマッサージにもねつながってむくみ解消にもなったりするので、そっちの方いいって方はぜひ試してみてください。反対もねやっていきましょう。意外とこれだけでも疲れる。あ、ちなみにどっち回しでも OK です。お好きな方やってくださいね。今こちらの足このようにねふくらはぎ乗せてやってます。こうするとかなりね一石二鳥です。足首のほぐしにもなるし、ふくらはぎのほぐしにもなるので、特にね立ち仕事でむくみますとか、むくみ最近ひどいんですとか、いつもひどいんですって方はね安心してください。これやるとかなり違うと思います。足のねむくみとか、まずはねこう運動でスッキリさせるっていうのは非常に大切です。そうするとね、あ、運動で体って変わるんだっていう、そのね知るきっかけになるじゃないですか。もうそういった意味でぜひね一緒に頑張っていきましょうね。はい、OK、 頑張りました。バッチリですね。さあもう少しね股関節周りほぐしていきたいと思います。足を軽く開いた状態で膝を左右にパタンパタンと倒していきましょう。余裕のある方はね呼吸も意識していただくんですが、温かい息を膝倒すときに一緒にはぁはぁとね吐くようにやってみてください。あとは全然ねそういうの無理ですって方は、呼吸はとにかく止めないことだけ意識していただければ大丈夫です。このねダイエットルーティーンを、継続していくために最も大切なことはね、べきネバをできるだけ排除することなんですね。だからこうであるべき、呼吸はこうであるべきだとか、フォームはこうじゃなきゃダメだとか、そういったのはね一つずつこう排除していただくと、すごい気楽に気長に継続していただけるので、とってもおすすめです。はい、 OK です。お疲れ様です。さあ徐々にねカエル足の運動に移っていきたいと思います。まずはそのね、前段階の運動ですね。足を開いたり閉じたりしていきたいと思います。開いた時閉じた時しっかり閉じ切る、開き切る、これをね意識してみてください。特に内ももすっきりさせたいなという方は、閉じ切る、こっちをね頑張ってみましょう。しっかりとね閉じ切るだけでもかなりね内もも刺激がきて、おおきついっていう感じになるかなというふうに思います。呼吸はとにかく止めないですよ。このチャンネルではね湯船の呼吸って言ってますが、そう湯船にね入った時のはぁーっていう、あの呼吸をぜひぜひ、出してみていただけたらと思います。さあ、あと5秒ぐらいですね。はぁー、リラックスしながらやっていきましょう。最後最後、はぁー、 OK、 頑張りましたね。素晴らしい。ではカエル足で寝ながらお尻上げやっていきましょう。足の裏と裏合わせていただいて、お尻をギューンと上げていきます。ポイントは2つです。まずお腹確実にへこませておいてください。しっかりへこませておくと、腰でね上げるということを防げますので、腰痛予防になるんですね。で、もう一つは膝が閉じてきやすいですので、膝をしっかりと開くこと。あとは注意点として足の位置で効くポイントが変わってしまいます。もも裏つりそうって方は遠すぎです。で、もも前しか使いませんって方は近すぎです。足の前後ね、毎回調整をしていただいて、お尻にね、バチバチ効くポイント、ぜひご自身で探してみていただけたらなというふうに思います。あと3秒、残り頑張りましょう。はい、頑張りました。私頑張った。さあ少しね今のレベルアップしていきたいと思います。2回ねギュンギュンと上で弾んでいきますよ。もう一度カエル足作っていただいたら、上でギュンギュンと2回弾んでいきましょう。1ミリでもね上げる感じでやっていきます。ただその時にね先ほど言った注意点2つ、お腹へこますこと、そして膝をしっかり開くこと、これを注意してやってみてください。1回1回ね前後の位置も変えて、一番もも裏からお尻全体ね効くポイントを見つけていきましょう。もも裏つりすぎだったら遠すぎです。つりそうだったら遠すぎです。もも前しか効かない、それは近すぎです。これで、前後の位置を調整お願いします。カエル足ねめちゃくちゃおすすめです、本当にね。最後あと1回ぐらいできるかな。はい、 OK です。頑張りました。ではご褒美ストレッチです。
足をね組んでいただいて、下になってる方の足にヒュイーと倒していきます。そうすると上になってる方の足のお尻が伸びますね。今お尻使ったので伸ばしていきましょう。ここまででもう3分の1終わりました。もうズボラじゃないです。自分に拍手しましょう、ストレッチしながら。はい、ここまでできたという方はね、まずね、こう高評価、いいねボタンを押してお知らせください。どれぐらいの方がねできてるのかなっていうのも見てみたいので、ぜひね押してお知らせください。さあ、ストレッチの時は湯船の呼吸でした。湯船の呼吸最高。そしてね、体どん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 緩ませていきましょう。さあ、残り5秒。はい、OK です。バッチリ頑張りました。では同じようにね、反対もやっていきたいと思います。足を組んでいただいて、下になっている方に倒していきましょう。そして湯船の呼吸でお尻伸びるのを確認します。はーって感じですね。はー、運動はね、本当に運動縮める方、伸ばす方、どちらも運動ですから、こういったね、筋トレはやる気ないけどストレッチならっていう時はストレッチだけでも全然いいんですよ。はい、でそれすらもって時は家の中を3分うろつくとか、そういった風にね、どんどん運動のハードルは下げていただきたいなというふうに思います。本当ね、このチャンネルを見てくださっている方はもともとね、運動初心者の方とか、運動苦手、運動嫌いっていう方がかなり多いんですよね。なので運動のハードルは上げすぎないっていうのもポイントです。自分にね、めちゃくちゃ優しくしてください、まずは。そしてそんな自分をちゃんと認めて褒めてあげましょう。片足カエル足です。片足だけ膝を立てて、その足の方でぐいっとね、地面押していきます。でお尻が少し締まる感覚があると思うので、上げながらお尻をね、キュッと締めるようにしていただくと、まあ、よりこうお尻の収縮は感じていただけるかなと思います。この時もポイント、お腹をへこますというのは共通なので、忘れないようにお願いします。呼吸は止めないようにしていきましょう。はあ、そうそう、運動のね、レベル、運動嫌いだった、苦手だったっていう方は、運動できるレベルって人それぞれじゃないですか。なので、いきなり難しいこととか、いきなりきついことをやる必要は全くありません。それもね、べきねばなので、それも思い込みです。なので、本当に簡単なことからやっていきましょうね。はい、じゃあ反対もいきますよ。頑張ってみましょうね。反対も立てて、よいしょと。で、これもね、できなければ2回、2回でです。私が2回やる間に皆さん1回でもいいんです。そういう風にして、もう40秒やらなきゃいけないなんてこともないです。はい。なので最初の20秒だけやって、休憩めっちゃ長くする。でも全然いいんですよ。お好きなようにアレンジをしていただいて、継続するための一つの参考として、この動画を使っていただけたらな、なんていう風に思います。はい、あと15秒。なんだかんだね、もう皆さん結構運動してますから、ここまで来たならもう自分に拍手しまくりです。これはさあ、もうちょっと、もうちょっと、もう10秒切ってますよ。残り5秒、残り3秒、あと1回ぐらいから、はーい、 OK、 頑張りました。自分に拍手。では次、クロスカエル足にして、膝を胸に寄せていきます。足首のあたりでクロスしていただいて、よいしょとね、思いっきり膝を胸の方に寄せていきましょう。下っ腹ですね。で、お腹へこませておいてくださいね。特にこういうお腹のエクササイズの時には、今以上にですね、お腹をへこませる意識。そうすると、しっかりお腹使いますので、わかりやすいかなと思います。これがお腹使う感じかっていうのをね、感じやすいかと思いますので、ぜひですね、そんな感じでやっていきましょう。はい、気がつけばあともう10秒ですからね。お腹のお肉撃退だ、浮き輪肉も撃退だ、やっていきましょう一緒にね。継続は変化なりですから。はい、 OK です。バッチリでした。素晴らしい。はい、次はかかとを上げていきます。一旦ちょっとわからない方見ててくださいね。お尻上げたらかかとをグイッと上げて、で戻していきましょう。1、2、3、4っていう感じですね。お尻上げて、かかと上げて、かかと下げて、お尻を下げる。はい、ほんと裏側全部です。ふくらはぎのむくみもすっきりするし、裏ももからお尻にかけてもすっきりするしっていう感じでね。はい、このやっぱり下半身、特に下半身痩せ、したいかなっていう方も多いと思います。そのキーワードになってくるのはやっぱり裏側を上手に使えることですね。まあ、この筋トレをきっかけにして、それで日常の中で裏側をすごい、お尻とか裏ももとかしっかり使えることで、徐々に徐々に
足の形というのは変わってきます。なのでぜひ、ね、それを楽しみにしながらこの筋トレにも励んでいきましょう。はい、では次ですね、このように膝を胸に左右交互に寄せていきます。しっかりとね、寄せ切ることによってお腹も収縮するので、お腹痩せのトレーニングとしても優秀です。さあ、お腹ね、しっかりへこませておいてくださいね。よいしょよいしょって感じでね、ふうはい、ふう、ほんとね、日々嬉しいコメントいただきます。そういったね、皆さんの温かいコメントに支えられて、このチャンネルはね、日々発信できてますから、本当にありがとうございます。嬉しいです。ぜひね、こう一緒に綺麗の習慣化ね、一人じゃないですから頑張っていきましょうね。はい、 OK です、バッチリです、素晴らしい。はい、ではまたカエルさんにします。足をカエルにして腹筋お腹痩せの運動をやってみましょう。この状態からぐいっと上半身を持ち上げます。首痛くなりやすい方は私のように片腕をね、しっかりと頭支えていただいて、まず腕で頭を持ち上げる、そしてから体、肩甲骨を3センチでもいいんで持ち上げるって感じです。はい、で枕ね、どちらでもいいです。あってもなくても OK で、あると最初から頭が上がった状態にできるので、腰が痛くなることは防げるかなというふうに思います。はい、なのでぜひね、それはご自身の環境とかに応じてアレンジしていただければなぁなんていうふうに思います。さあ、もうちょっと、最後いけるよ。はい、 OK です、頑張りました。さあ、では糸を巻き巻きエクササイズで腕のお肉もごっそりしていきましょう。顎ね、打たないように気をつけながら、顔の前でぐる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 糸を巻き巻きです。回し方はどっちでもいいですからね。ぐるぐるぐる。で、余裕のある方はこのようにお尻も上げて、はい、キープして、もう全身全身、寝ながらだけど全身みたいなね、感じでやっていきますよ。はいはい、早く、はいはい、早く、はいはい。休憩していいよ。サボってもいいですからね。あ、疲れたって。3秒ぐらいサボっても OK です。はい。さあ、疲れてくるとね、フォーム崩れて顎を打ったりしちゃいますんで、気をつけてくださいね。ゆっくりでもいいですからね。いける方は、早く。ラスト5秒。早く。はいはい。さあ、自分のペースで、マイペースで、頑張れ頑張れ。はーい、OK、頑張りました。ふー。さあ、腕をぐるぐる回しましたが、次は足をぐるぐるペダリングでございます。一緒に頑張ろう。よし、自転車を漕ぐようにぐるぐるやっていきましょう。お腹痩せ頑張りたいっていう方はですね、できる限り遠くを漕ぐようにしてください。そうするとね、お腹痩せの刺激がアップアップでございます。はい、で息止まりやすいです。なのでしっかりと息止めずに、ほっ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 、呼吸止めずにいきましょう。動きね、辛かったら小さくてもいいですからね。小さくてもいいですよ。あと10秒だけ。最後だからね、頑張ろう。一人じゃないよ。みんなで頑張ろう。いくぜ。あと3秒。いける。はーい、OK、頑張りました。最後、深呼吸。ご褒美深呼吸。はい、では、大きく吸って吐いてを繰り返していきましょう。はい、このチャンネルはね、運動苦手な方でも、もう誰でも取り組めるダイエットの運動を日々発信しておりますので、ぜひよければ登録までしていただけたら嬉しいです。はい。本当にね、皆さんのおかげでございます。で、他にもね、動画の概要欄にいろいろおすすめの、動画とかありますので、ぜひ概要欄のチェックまでよろしくお願いします。はい、皆さん、今回も本当にお疲れ様でした。自分に拍手、私頑張った。また一緒にね、頑張りましょう。それではさよなら、バイバーイ、おやすみなさーい。